こんにちは、アトリエネトラポートです。このチャンネルは気軽にレザークラフトを楽しめるチャンネルとなっています。型紙100型以上、チャンネル登録よろしくお願いします。さて、今回の新作はこちらのスマートフォンショルダーになります。スマートフォンを持ち歩く際、ね、ポケットのない洋服、それからワンピースなど、ね、さっと取り出せるバッグがあったらなということで作ったんですが、ね、さっと取り出せて上からも少し余裕があるのでパッと出てしまうこともありません。そして裏側には外側にもポケット、内側にも実はよいしょ、このようにポケットが縫い付けてあります。で少しね膨らみもあるので鍵なんかを中に入れておくこともできます。結構大きめのね作りになるので、大きいスマートフォンの方も安心して使えると思います。ショルダーバッグになっていて、こんな感じでね背負ってしまえば両手が空くので、お散歩の時間や旅行などで観光地を巡っている際も、ね、さっと取り出せて便利だと思います。ね、バッグの中に入れてどこにあるかなって探してるうちにね、シャッターチャンスを逃してしまわないようにすごく便利だと思います。今回はこちらを作っていきます。今回使用するのはアコーレザーショップさん、ちぎレザーのシュリンクレザーになります。シワ加工、シュリンクされた革になりまして、細かく本当に入っている脂肪が特徴的な革になります。使っていても傷もできにくいですし、触り心地もすごくいい革になります。袋物なんかね、すごく表情が出て柔らかく、使うほどに味わいが増してきます。今回はこちらのね赤を使っていきます。この後は限定配信の動画になりますが、 YouTube メンバーシップ A クラスにご加入いただくと、ね、作り方の動画を見ることができます。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。